ら。本当に嫌だよ。人生じいちゃん、プキチのゴンさん、あなたはありがとうございます。トモロさん、ありがとう。ヘイブンさん、サックス、ありがとうございます。前髪はずっと変。前髪は整えたつもり。始まる前に。でもずっと変。ずっと変。今日最近変。目寝てる？でも今日メイクをあんまりちょっとしかしてない。てかめっちゃ汗かいてる今。めちゃめちゃ汗かいてる。暑い。やばいよね。明日もあるのに。やばみ、普通に。今日イコラフ？イコラフ？私じゃない。ん？ショコの名前テスター、なんで？なんかした？私。コーヒーさん、お疲れ、ありがとうございます。うん、やだわ、そうやってすぐ寝ちまう、寝てしまう。お待たせしましたって感じ、ごめんなさいね。あ、 MER の話してた。やだわー。いや、 MER の話はいいよ。やだわ、それに対してのやだわじゃないけどね。ちょっとでもやろうっていう気持ちに。なんか最初は SNS 先にやってからって思ったけど、やろうって思って。チキさん、ありがとう。ルルータヌさん、音符ありがとうございます。ヘブンさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。一日でドラマ全部見て、映画一人で行って、サナちゃんたちと合流したって話した。そうそうそう、そうです。もうそのまま、そのままです。そうです。一番朝のやつを見て、おっちゃん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。続編見たいですよね。私も最近ずっといろんな映画だったりドラマだったり見たりしてるから、いいよね。コアさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。何系のドラマ？ね、恋愛コメディでしたっけ。なんか恋愛もコメディが基本面白いのがいいんですけど、そう、恋愛の中にコメディが入ってたりするのが結構私は好きっていうことに最近気づきました。はい、ラブコメディか、ラブコメディ、コメディですね。
次見るの落ち着いたら、コウノトリってやつを1話から見てみたいなって思ってますけど、見たことありますか、コウノトリ。龍也さん初見こんばんは、ありがとうございます。医療ドラマ MER を見ます。見ます。見ました。正反対なの、あれは泣ける。そうなんだ。かぐや様は見ました。映画を見たことがあります。二校とも。つーさんいいね、ありがとうございます。なんか前にその皆さんに聞いたときに調べて、そのなんだっけ、逃げ恥とかのタイミングでこう探してたら見て出てきたやつがコウノトリで、クヤ様映画2本見ました。どっちも一晩さんサックス、ありがとうございます。え、なんだっけ、コウノトリは星野源さん出るんですか。全然わからないんだけど、わかんない、誰が出るとか全然知らない。あ、そうなんですね。だから関連で出てきたんだ。なるほど。そうなんだ。あ、ダブル主演。そうなの、すごい、こっち、これ釣り目じゃないですか。すご。なるほど。真逆なキャラ。すごいですよね。真逆なキャラを演じれてさ、なんか本当はどっちなんだろうってなりません？リーガルハイ、あ、リーガルハイはでもなんか面白い系かな、笑う系。今日その WBC の映画を見てきたんですけど、本当になんか笑う、最後の最後までエンドロールの後の最後の最後まで笑うところがあって、すごかった感動はもちろんなんだけど。すごい、なんかもう結果を知ってるのになんかドキドキしちゃったよね。あ、インスタ投稿しました、ありがとうございます。浮き輪プカプカ、水がパシャリ跳ねるの写真です生写真も出てましたね。そう、29までだったから、あ、今日しかないわと思って、今日レッスンの前に見てきましたそう、結果知ってるし、なんか起きてたそのどなたが怪我したとかそういうのも知ってるからこそ、なんかこんな感じだったんだってなった。でもなんか選ぶところから、あ、映っててすごーってなりましたね。全然混んでなんか、一番朝一、朝一って言っても映画の朝一だから、そんな別に聞き早じゃないんだけど、朝一の枠だったから
まあ、朝一の終わりにはいたのかなぐらいで、わかんない、あんまり映画めっちゃ行く人じゃないから。グラボイさん欲しい、ありがとうございます。うん、あのポップコーンを食べました。チョコって朝一に映画行くの好きなの？いや好きじゃないですけど、行けるタイミングがもう朝一とかしかなくって、3日前成人しました、おめでとうございます。18リリーちゃんおめでとうございます。ハッピーバースデー、素敵な1年に一緒にしましょう、ぜひ会いに来てください。ハッピーバッ、好きな作品は映画館で2回見ること、MER が初めて2回見ました。初めて、なんか映画は、なんか映画でも映画館で2回見たのは初めてです。なんかなんだかんだそのまあ映画館で1回見たとして、なんかの見るタイミングがあって2回目見たことあるとかはあるんですけど、翔王さん初見ありがとうございます。おつしょこにしーさん、鳥ハトありがとうございます。自分がもう一回見たいってなってあの映画館に行ったのは MER が初めてです。そう、でもその MER は単純にもう一回見たいって言って見に行ったっていうよりかは、もともとドラマを見てて映画見に行って、その後スペシャルドラマを見て、スペシャルドラマを見た上でもう一回見たいなって思って見に行きました。基本なんか連続で見に行く行ったことはないみんです。だからなんかスペシャルドラマも見てから行きたかったなって思った。そう、展開を知る前に。おっちゃんいいね、ありがとうございます。ポップコーン食べました、キャラメルポップコーン。ポップコーンキャラメル味、誕生日の方もう一人います。ニッシーさん今日誕生日迎えてしまいました。ニッシーさんお誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデーおめでとうございます。素敵な一年に一緒にしましょう、会いに来る一年にしてください。ニッシーさんおめでとうございます。誕生日に配信できてよかったです。ありがとうございます。ハッピーバースデー、私ももうすぐですね、あと2週間ぐらいですか、もう6月が自分の誕生日があと2週間ってことはさ、6月があと2週間以内に終わるってことでしょ。あと5日間、あと5日間で終わる、やばいね、やばいです、あっという間ですね。たしみさん欲しい、ありがとうございます。ですよね、大人になってきます。どんどん大人になってきますけど、いや自分が22になるとは思ってなくて、
まだ21なのも実感してないです。20の気持ち。ヘブンさん星ありがとうございます。それぐらい1年が早いです。本当にあっという間ですね。明日はサイン会か。このルームでまたメイク配信はできないと思いますが、すいません。多分帰ってきてからインスタはできるんじゃないかなって思ってます。ソニアさん音符おっちゃん欲しい、ありがとうございます。明日は先の方ですかね、一部ですかね。17時半からぜひ見てください。ちょっとまた量によってお名前全なんだろう呼んで全然一言言う前にもありがとうとかで終わっちゃったらごめんなさいですね。なんか多少量が違う気がしました。見ててじゃない、やってて。デルファイさんキュンキュンありがとうございます。多少というよりかもう結構そうだからちょっと行ってみなきゃ分かんないんですけど、デルファイさんキュンキュンキュンありがとうございます。支払い漏れなのか受付終わってたのかなとか思ったりしてます。ルピーさんバラありがとうございます。スーさんファイトありがとうございます。コメントも私もう次の方呼んじゃったら前の方コメント全口に出して読んでないんだけど、コメント自体は読んでるので、目で読んでるので全然届いてます。はい、全然読んでるので、もし口に出して読まれなくてあショコに届かなかったなって思ってる方がもしいたらそんなことはない、全部届いてるので、もう次の方読んじゃってるから口に出してないだけなので安心してコメントしてもらえたら嬉しいです。でも口に出して読んでほしいっていう方はもう呼ばれた瞬間に送っていただけたら嬉しいなって思います。はい、そう、あとはそうだね、一人当たりの時間というかはまあなんとなくまあ多少ちょっと違うかもしれないんだけど、やっぱり難しい斉藤キアラみたいな感じの名前だの方だけさ、斉藤キアラさんありがとうでさ、なんかショコさんでさ一生さありがとうって斉藤キアラ書いてる時間分喋るってなったらあれなのかもしれないけど、斉藤キアラの方があれなのかもしれないんだけど、極端に言ったらでも本当に斉藤キアラの方はありがとうだけかもしれないし、ショコの方はひらがなでショコだけの方とかだと結構いっぱいなんだろう話できたりとかすると思うので、まあ、そこはなんかあちょっとまあ私滝脇翔子キアラの次に難しいしなとか思ってもらえたら嬉しいです。自分が間違えた時はなるべく元の時間ぐらいは喋りたいなって思ってます。なんかさ前回遅れちゃったからさ押しちゃったからさ何とも言えないんだけど、なるべくこの時間帯にしか見れない、この時間帯って言って応募してもらってるから過ぎちゃって見れないっていう方ももしかしたらいるかもしれないから、なるべく過ぎないようにしたくって、そう
だから、うん、だからね、まあ多少は難しいかもしれないんだけど、あのなんかそんな感じで、あの思ってもらえたら嬉しいなって思います。はい、58分ということでランキングを読みたいと思います。すいません、今日は全然あれでしたが、明日も2時間配信するのでこんなにコメントで会話できないかもしれないけど、インスタライブも多分すると思うので、今日みたいに寝てなければよかったら見てください。ランキング読みます。13位メリダさん、12位トパンさん、11位フィズニャンさん、10位ルルルタンナさん、9位カイトさん、8位大陸さん、7位キャンさん、6位タシミさん、5位ハラディさん、4位ヘイブンさん、3位人生じいちゃん、2位おっちゃん、1位ニッシーさんです。ありがとうございます。2列目、マガラボーイさん、ファインゴールさん、コロジーさん、七色さん、タカヒロンリーさん、リレンズさん、スプーキーさん、サルダンゴさん、ヒロシさん、リースさん、フナエモンさん、アンドロメダヤキさん、マツケンさん、ウミさん、アオちゃん、マナミンさん、マチヨカさん、マーさん、コーヒーさん、ヒッキーさん、チェケさん、テルンさんです。ありがとうございます。星投げギフトコメントありがとうございます。すいません、今日はちょっとしかできなかったんですけど、あの来てくださってありがとうございます。あのさっき話しながらインスタ上げたのでめっちゃ失礼、インスタ上げたのでよかったら見てくださいよろしくお願いします。ジャケ写の時のピンク、真っピンクを載せてます。よろしくお願いします。ということで、おやすみなさい。ありがとうございました。愛情感謝、バイバーイ。ありがとうございました。